8代目は好調。突然失礼した。今日はこの1400馬力のチャレンジャーで、ドリフトでレースすっぞ。86は高すぎて買いませんでした。キャンバー、トウ、スタビとバネの前後バランス、すべてがドリフトセットアップだ。さあ行こうか。トラコンなしの1400馬力 FR。ゼロ加速は遅れを取るかな。余裕だったぜ。え、これ大丈夫ですか？ちぎって一方的に終わらないですか？世界一周レースを甘く見てはいない。集中力が切れてミスが出る。その時が勝負だ。おっと右から抜いてくるか。いいだろう、押し出してやろう。ここでサムネイル撮影シーンの。200キロオーバーでドリフトしてる最中の再開。引き継ぎなしに爆弾残してやめた担当者を殴りたい。それにしてもフラッフラだな。酔っ払いの帰宅かよ。曲がるドリフトと前へ進むドリフトとの出し入れ。ゼロステアでいち早く出口へ向けて加速。演武ではなく、早く走るためのドリフト。藤原ゾーン走法というわけですな。トーアウトほどは伊達じゃない。直線をまっすぐ走らない。キャンバーマックスのおかげで、切り返しもスライドの維持も楽だ。おっといけねえ、ミスった。旋回性を高めるためのオーバーステアセッティングは、何かグルート200キロオーバーの一発コースアウトを招く。制御できる範囲内でふらつかせながら、コーナー進入はサイドブレーキやアクセルオフを駆使だ。いけねえ、またやっちまった。大丈夫、スピンモードに入らずに立て直せる範囲内にセッティングしてある。今のミスでまた離されたな。ゴリゴリゴリブロックゴリゴリラ。動画ネタとしてのプレイ中はネタ作りのために妨害運転を欠かさない。気をつけろ、この先は低速直角カーブだ。うまくブレーキングして速度を最適化しましょう。このゲームも現実世界も基本的に弱オーバーで流していくのが最速です。盛大にリアタイヤを消費しながら言うことではないな。アクセル全開で流しながら抜けていくぞ。前後長がアホみたいに長いおかげで、横に向けて流していけばバリケードになるな。進入スピードも十分に速い。なんなら流しながら速度を最適化している。見た目だけの紙走りに見えて、意外と仕掛ける隙がない。ちょくちょくイニシャル D 意識すんのやめろ。コーナー進入に合わせて振り返すのはちょっと気を使う。おっと行かせねえぜ。この先は橋になる。脱輪しない程度にまとめ上げるのだ。ここを流しっぱなしで抜けていくやつは初めて見たな。やけに水たまりの多いヒルだ。うっかり踏んだらずるっといきそうだぜ。対処法は分かりきっている。初めから滑らせていけばよい。は？点と点をつなぐ瞬間移動だ。しれっと押し出して外側の木にぶつけようとすんのやめろ。アテーサ ETS があればここでフロントに駆動力を分配させて押し出したのに。逆に押し出されそうになってて草。スピンするほど強くは押してないのだ。AI カーの挙動がバンピーで跳ねまくる。それ痛いだけだろ。パワースライドして生かしきれないトルクを出口へ滑らせて瞬間的にグリップさせることで速度に変換。しまった。ターンインまでに感性を落としきれていなかった。そしてスライド中の前方向への移動距離の目測を誤り木に衝突。道路脇で落としてたんですか？ F1 並みのゲッポストップですね。は？ここで高橋洋介直伝、領域封鎖オーバーテイクだ。あいつなんか急に左に飛び込んでいったな。前方不注意だと木にぶつかる。提出前夜に宿題を終わらせた学生のようなスレスレ回避。まっすぐ走らないままにオーバーテイクラインへ飛び込んでいくのは、宿題が終わる見通しもないまま夏休み最終週に飛び込んでいく小学生のようだ。読書感想文とポスターとかもう提出しないでよくね。間に合わなかったら、やってきたけど忘れましたって言い訳してでも出さなきゃいけない感じあるけど、給料もらって仕事してるわけでもないし、何か身につくわけでもないのに、なんで出さなきゃいけないんだろうな。私が親だったら、適当に業者に払って書かせますけどね。時間の無駄だし。月に一度程度ひらめく。これいらなくね。その積み重ねで人生は変わる。その一個一個はわずかなものかもしれない。だが、それをわずかと笑うもの。運言わなくてもわかる。というかここ、鉄橋にぶつかると時速0キロになるから油断できねえ。ダスのような速さのフラグ即時回収をつ。ぶつけた瞬間に G を逃して、衝撃を吸収してやがるのか。暴れるマシンをねじ伏せて、前へ前へと走らせる。瞬間的に300キロへ到達しそうな中、一人勝ちしてるビーチカートを撃ち落とす。ブレーキを踏んでチェックポイントは逃さないか。隙のないやつね。いや、リワインドすんのかよ。このゲームシビアでな。1回でもミスすると3スターが取れないんだ。悪い癖がついているな。現実世界にリワインドはないのに。リワインドもなくて、AI が斜め後ろから小突いてスピンさせてくる。どこぞのグランツーリスもよりよほどまし。あっちはオンライン対戦での嵐切符機能もないからな。もう手遅れだ。さて、射程圏内に入っているぞ。わざとブレーキを早く踏んで、最短距離でインを刺しつつ横腹を狙う。
大きく膨らみつつ、舗装路の上でグリックを回復させ立ち上がる。完璧だ。コンピュータのレベルを多少下げていることで、余裕が生まれて荒らし放題になっているな。ここらで視点を運転席にしてみよう。ステア操作がどんなもんかわかるだろう。かなり荒ぶってますな。ソリスピンしやすいセッティングだからな。アホ臭いレベルに長いチャレンジャーのホイールベースが、この速度域でも安定性を生む。ただの直線番長、前後に長すぎて曲がらない。無知が笑わせるぜ。なお直進安定性なんか存在しない模様。ゼロステアってほどじゃないですが、ベタ踏みのまま前に滑らせる意識でハイスピードクルーズ。立ち上がりでしっかり車速を乗せていく。コーナー連続区間でも追いつかれてはいない。わざと直撮りさせてる節はあるが、このストレートでずっとドリフト状態だとは。ここからは上りだ。エンジンパワーがないと逃げていけない。どの道滑ってて路面に伝達できてないだろ。低速時からの加速は馬力そのものより総合バランスが大事になる。どの道滑って伝達できないパワー、いかにロスなく前へ進めさせるか。カウンターステアの繰り返し、やがて過ちを繰り返し。気がなくてよかったな。このゲーム最大の敵は気だからな。いちいちぶつかってうざいだけ。倒せない気があって面白くなる要素がない。ぶつからないように走るという駆け引きを面白さだと運営は思ってるんだろ。うざいだけだろ、黙って突っ切らせろ。さて、マック北部の山岳地帯を通過した。ここからは砂漠の第3セクション、砂丘を飛び越えていきたいものだが、オンロードレースだからな。砂漠をぴょんぴょん飛び越えていくのは、ホライズンシリーズトップクラスに楽しい。一時期砂漠化が騒がれていたが、今の日本は大雨の洪水冠水で大災害だぜ。なんか中国が、待ってかゆい。ここで運転あるある、くしゃみの一瞬が事故りそうで怖い。新幹線のようにどうでもいいこと流れていってくさ。そう、中国のダムがつきそうで、雨を降らせる物質積んだロケット打ち上げたらしいな。同じ国の中に、洪水で被害受けてるところと、干ばつで被害受けてるところあるの不平等の極み。マッテリアタイヤが舗装路を外したせいで制動力をマックスに立ち上げられない。チェックポイント逃しちまったぜ。流しながらのブレーキングは難しいな。こうなるとこいつのでっかいボディは使えねえ。真ん中にいても左右がはみ出ちまう。おまけに、ブレーキングでオーバーステアを誘発しやすいように、ブレーキバランスをリア寄りに振ってありますからね。バイクが特にそうだが、一般的には車はフロントで止めるものだろう。対してこいつはドリフトに特化したセットアップ。減速だって、流しっぱなしで飛び込んでいく前提。ブレーキで減速してタイヤグリップが遠心力に耐えられる速度に落とすというより、とりあえず真横に向けて、地面との摩擦で車速を削りながら微調整するイメージなんだ。ハンドル操作じゃなく、荷重移動でマシンを曲げていくイメージを養うための練習として、ドリフトは良いかもですね。ゼロステアで流していく走りこそが、最速だからな。中里が言っていた、ドリフトを卒業した走り屋がグリップで走るのが一番速いという発言は、そういう意味になるんだろう。走り出しから7分が経って気が抜けてきた頃、後続が追い上げてきたな。あのビーチバギーもどき、ショートホイールベースですぐスピンしそうだと思っていたら速い。スーパースポーツバイクのキャスター格を見てみろ。結局旋回性に振るのが一番速いんだろ。そういう割には F1 マシンのホイールベースは長いがな。でもダウンフォース効きまくってますよ。ギア比と相まって、旋回性重視って意味じゃないですか。安定を保ったままハイスピードを維持ってところか。さてさて、マックをはるばる横断してきて、西海岸まで来たぞ。さすがにそろそろ何かあるまでカットですわ。この右コーナー300キロでドリフトして抜けていってるな。あんまりハンドル切ってないから手元だけ見てると違和感あるな。舵取りというより微調整ですわ。アクセルもステアもちょんちょん操作。瞬間的に330出してからのノーブレーキじゃ飛び込めない左直角カーブ。一旦左に滑らせてから振り返しつつブレーキングしてサイドでスライド延長とか、現実世界じゃ絶対できないよな。ここから最高速セクションに入っていくんだけど、マジでまっすぐ走ってないんだわ。ここでフロントカメラにしてみるけど、これは難しいな。マシンがどこへ向いているのかわからん。今ちょっと浮いたか？丘を越えて、瞬間的にマシンの下に大量の空気が流れ込む。その空気がマシンを持ち上げるわけだな。それでこうなるわけですね。シャレになんねえよ。路面のうねりや高低差によるリフトは、車高や底面の空力的な処理で同行できる次元の話じゃない。さて、V の字の急コーナーへのフルブレーキング。キャンバーは立てすぎれば、タイヤは路面と満足に接地しない。制動力も立ち上がらないな。せっかくまとめたのに、立ち上がりで振り返しミスったせいで盛大にコースアウトしましたな。まともに走ってるように見えるけど、舗装路からははみ出しまくりだからな。ここで一気にバイパーが追い上げてきた。直線でパワー炸裂か。グリップならなんてことない緩やかなコーナーに入っていくが、常時ふらついてる状態だと油断できねえな。一瞬のアクセルオフで微調整するしかないっすわ。うまく出口まで抜けて長い直線。重速まであるんだけど、急しか使わねえな。
さあコーナーが迫ってきたぞ。アクセルオフだけでいけそうか。いや行く。ケツを流し気味に4ドリで。ゼロカウンタードリフトは、これからの人生でずっと研究していくべき命題なんだ。さあ砂漠は抜けた。ここからはジャングルの合間を縫う回想路。同じようなリズムが終盤まで続く。ここで1位ならミスをしなければ勝てる。ミスしてもリワインドするしな。そのミスをする時が訪れてしまった。普通に侵入したんだが、オーバースピードでマシンがアウトに流れる。滑ってばかりで減速できずに急なラインを強いられ左コーナーオーバーランしてしまう。しかもそのまま戻ろうと思ったらまた木に激突してしまいましたね。あれだけあったマージンも今のミスのせいでもうなしか。まあ良い。多少つつかれようと負けない走りに切り替えていけば良いんだ。フラフラの状態でおそらく最高速の347キロをマーク。進入でインに寄りすぎてマシンがアウトに流れる。アクセルを抜いてタイヤのグリップが戻るのを待つ。よし、 MF ゴーストの911の人みたいに事故らないで済んだ。そしてトンネルを飛び出した直後の左コーナー、暗闇で見えないまま飛び出すことは心臓が飛び出るほど恐ろしい。あかん、またミスった。よいしょ、なんとか立て直してアクセルオン。この速度のまま左右に振って真横を向きながら飛び込んでいく。見返してみても壮絶だな。迫ってくるブレーキングラインにビビってここは減速しすぎちゃいましたな。その左も適当に流して飛び込んでいくんだが、ここでまた後続が来た。つつきやがってブロッキングも意識しつつ左右に振りながらのコーナリングだ。ブロッキングだけ意識したドリフトをする大型車。こうしてみるとよくケイスケは抜き返したよな。あのシーン、なんで右コーナーなのに星野はアウトから入らなかったんだ。運転ミスしながらの考察ですが、右左と続く S 字コーナー、出口から逆算した時インから入るのが実は良いラインだった説。そんなことあるか。筑波さんの最後の方の S 字見てもインから入った方が早いようには見えないんだが、下の三角マークが頂上の U ターンだ。こうして見るとコースの全長はそう長くないな。おい、しっかりしろ。ギアが浮き上がるほどの衝突だが、最小限のロスで立て直せたぜ。抜き返すしかねえ。カーブとカーブの間のわずかな直線をグリップ相手にドリフトで追い上げる狂気。そして同様に次の右コーナーへのわずかなアプローチの直線区間でアウトからかぶせていくぞ。ギアを流しっぱなしで前に割って入り、侵入を許さなかったな。ジャングルを抜け平野というほどではないが開けてきた。もうゴールは近い。後ろから響くライバルの V10 にサウンドにペースを乱されるなよ。この左コーナーを抜ければ右に海が見える。ゴールはすぐそこなんだ。侵入が連続でミスり気味だったからな。リアに食いつかれてる。割とガバガバながら意のままにスライドコントロールできるマシンに仕上げてやるんだぞ。マジでガバガバだけどな。この左コーナーを抜ければもうゴール。いっぱいいっぱいもいいところだ。横を向けてる間はまだ良い。コーナーとコーナーの間が辛いな。左下のミニマップの20丸、あれがゴール地点だ。コンピューターの難易度下げてきたから自信あったけど、主にミスのせいでギリギリの勝利となりましたね。最後くらいサイド引いて真横を向けてフィニッシュしましょう。おや、不明なコルベット真横にいたじゃねえか。それにしてもこのチャージャー、ドリフトポイントが溜まりやすい特別エディションだっていうだけの理由で乗り出したんですが、アメ車なんて興味ないどころか排気量を持て余すアホだと思っていたのに好きになりました。こういう領域で本気でセットアップすればそんなものは関係ないしな。さて、試合後のガチャの方はゴーミー。最後にこの車のチューニング設定を見せて終わろうか。空気圧はリア高め、オーバーステア傾向ですな。ギア比は重速、実用域をクロスしまくって使いやすくしてます。3速じゃレベルが4速じゃワイドすぎる。そういうことがあったからな。キャンバーも塔も旋回性全振りだ。スタビはリアを極端に硬くしてオーバーステアを誘発させてます。ここだけでも結構変わりますよ。車高は前後合わせて全下げ、バネもリアを硬くしています。減衰力もとりあえずリア側をハードへ。伸び側と縮み側の数値バランスはあんま気にしてない。空力は適当にフロントを高めて、デフは完全 FR の1ウェイ。ブレーキバランスは適当にリア寄りにしてます。挙動を見ながら適当に試しただけだから、なんか勘違いしてるかもな。とりあえず入り口でリアを振り出して、真横を向けたまま抜けていくセッティングってところだ。このゲームは、弱オーバーの4駆が最速だしな。というわけで動画は以上だ。ご視聴ありがとうございました。